脱学校論は、リヴァン・イリーチの造語で、学校という制度の、教えられ、学ばされるという関係から、自ら学ぶという行為、すなわち学習者が、内発的に動機づけられて独学する行動を取り戻すために、学校という制度的な教育機関を超越することで、ある。つまり、教えてもらう制度、機構である学校から離れて、自分の学び、 自分育てとしての学びすなわち独学を取り戻すことである。脱学校の社会の中で提唱した概念である。なお、イリーチ以外に、イアン・リスター、パウル・フレイレラが論者として挙げられる。山本哲氏は、ディスクーリングを、非学校と訳すことを提唱している。この言葉は、もともとは、フリースクールをめぐる、会議の席上で、イリーチが発言しようとして口ごもって、口にした言葉が、 その場の人たちの興味を引いて、それがきっかけで誕生し、1980年代初頭には、かなり話題になったものである。もっとも、イリーチ自身は、脱学校を提唱するために、脱学校の社会を書いたのではなく、あくまで産業社会の進展に基づく、制度化を批判するために本書を上司したのである。ありがとうございます。